イス。どうも皆さん、味わいましたことは味わいましたアギトでございます。このニュースでは私アギトが最近気になったニュースを取り上げていくニュースでございます。今回何を紹介していくのか、パネルオープン。今回はですね、視聴者の方にね、教えてもらったある投稿者について皆さんに紹介していきたいと思います。その投稿者の名前はロンパのレジェンド。この方は YouTube に投稿している動画投稿者であり、2020年4月24日に YouTube にチャンネル登録。初めての動画は、ヒカキンは家畜の豚論破。2020年6月25日に投稿しております。僕が確認している動画の内容は、韓国の旗をライターで燃やしたり、ヒカキンを誹謗中傷したりと、またはじめ社長をディスる、そしてこれが問題視されていたんですが、さまざまな YouTube の動画のコメント欄で嵐行為をして、そこで口論になった人を動画で晒しているという、まあ、ことですね。これ追加情報で、この方ロンパのレジェンドさんは Twitter で、まあ、有名な歌い手や YouTuber に絡んで誹謗中傷リプと、まあ言ったらめんどくさい行為をしているということですね。で、僕が見た人は歌い手のアドさんという方のツイートにしつこく、アドさんがツイートするたびに誹謗中傷コメントというか、まあリプを送り続けていたということでね、これだけ有名になってるってことはね、様々な、もっといろんな人にねやってると思うんですよ。っていうことでね、まあこんな感じで誹謗中傷をね繰り返してる人なんですけどね、やってる行為はおみくずだけど行動力があるということでね、まあそこの点だけに関しては褒めることができます。というわけで皆さんもね望んでいると思いますんでね、まあ僕も、まあ、彼に見習ってねやっておきましょう。うわー、誹謗中傷なんて自転車で、うわっ、うわー、バー、小ネタ。歌い手アドさんのツイートに誹謗中傷リプを送り続けた論破のレジェンドに対してキレるアドさん信者。論破のレジェンド。ツイッターの方とマイストの登録、 YouTube の方はチャンネル登録と高評価、ニコニコ動画の方はいいねよろしくお願いします。じゃあまたのー。